出すという現象は仮定された有機交流伝統の一つの青い照明です。風景やみんなと一緒にせわしくせわしく命名しながらいかにも確かに灯り続ける因果交流伝統の一つの青い照明です。からお送りしておりますプライベートカーセックスラジオ第1回目でございます。今日は2020年12月12日の土曜日、今の時間はです15時40分と、まあ、昼下がり夕方最近寒いね、まあ師走でございます。近況、私事でございますけども、ちょっと今週の頭から労働を再開いたしまして、いやそのね人間働くもんじゃないですよ体中筋肉痛、腱鞘炎になって鉛のような体をですね、なんだかんだやりながら1週間、働いてみましたが、いいもんじゃねえな、別にな。ラジオをね、これ多分 YouTube にまずアップしてると思うんですけど、ラジオを、音声のみのラジオを YouTube でやると、っていうのをちょっとやってみたかった、でございます。で、SNS、やっぱね、今年はもうコロナ、コロナ、コロナ、クソコロナにやられて世界中が、たくさん人が死んで、SNS の使い方においてもね、やっぱりその、俺なんかやっぱりその考えて、結果ね、もう本当にあの SNS で機会の提示をして、で、そして実際に会うと、会う機会自体は多く持てない、それぞれ事情もある、考え方もある、それは違って叱るべきだと、その中で実際にそうやって会って、少しだけ話ができるかもしれない、その中でだけ物事っていうのは本当の部分があるんだろうと、なのでね、ちょっと SNS の使い方をガッとコロナ以降変えまして、私はこう思う。愛心クソっていうものを SNS ではもう言わないと。そういうのはね、会って話すんです。そのようにいたしたいと個人的には思った次第で。で、その時にね、こうやってぐだぐだ、おっさんが酒飲んで喋ってるようなラジオを、これはもう、ね、一方向的にでも、やるんだと、やってみようと思って、まあ、どのくらいの更新頻度になるのか、近況報告やらら、ライブの予定やらら、音源のお話やらというものに今後なっていくんだと思います。ケイクモガです、よろしくお願いします。今年はねコロナの影響もまあ多々あって、毎年、ケイクモガという名義で2011年に音楽を始めてからは、割とコンスタントにね、ポン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 、音源を作ってはいろんなところで発表の機会を設けてっていうことを、しつこくしつこくやってきたんですけど、今年はね1枚もこの12月になるまで作ってなくて、で、まあ今年はもう作らないんだろう、みたいなことを考えてたんですけど、12月になって不意にね、今回12月の6日か、リリースしました、音源を作ったんです。プライベートカーセックスっていう、このラジオの、タイトルにもなっておるんですけども、それを作りまして、でこれも叫ばないゲイ熊川というアイディアの縛りで最初思いついたんですけど、今までに作ってきた歌を、
きちんと曲と、対峙して、この曲はもともとどういう形だったのかっていうものを今の自分がこう考えて、それを再構築して、けどね、そのなんか今まで作ってきた曲はこんな風に変えてアレンジしましたっていう風にしたくなかったなっていう、それはちょっとチープだなと、あの曲がもともとある形に俺が一人でやるっていうことと、こうきちんと突き詰めるとどうなるのかで、そこで、まるでこういう、深夜のカーラジオのように喋り声のような歌だけで1枚アルバム1枚叫び声が入らず囁くように作りてえというので作りました。プライベートカーセックスっていうアルバムが、今年の12月6日にリリースされまして、全10曲を収録しております。今かかってるのもそうです、その収録曲ですね。今最初にかかったジャガーノートベイビーから、8曲目のアレハンドロビートっていう曲が今かかっておりますというものを作りました。これをね、先日から通信販売を開始しまして、ツイッターとあと自分のサイトの方で告知をさせていただいております。通販で購入いただく手続きについてもご案内しておりますので、ぜひ、よろしくお願いします。で、今後まあとりあえずね、もう師走でバタバタしておりまして、ちょっと平日は身動きが取れないと。で、来年以降ね、生活の方が少し立ち直ったら、ライブを、来年はね、K 熊川10周年でございます。2011年から始めて来年10周年ということで、いろいろやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。1月から、またライブが始まります。こういうのでいいのかな。なんて言うんだろうな、その人と会わない、人と会えないで、その中で人と会った時に、あ、やっぱり人と会うっていうのはそれだけですごくいいもんだなというのをまず思うじゃないですか。で、その先に自分が会いたい人っていうのは、やっぱりその自分だから会いたくなるんだというような、この感覚が、あ、そうか、自分は自分なんだな、やっぱりと、良くも悪くもね、なんだろうな、ろくなもんじゃねえ人間だみたいなことをね、サニーなんかは言うんだけども、俺のことをね、俺はそうは思わないんだけど、いろいろある中で、頑張ってじゃないんだよな、もう頑張るのも疲れてるからね、はっきり言って、それでもね、やっぱり個人的にいいですけど、希望がありますよ。なんか別に、ね、ここは地獄じゃあるまいしっていう話で、かっこいいもの、かっこつけてね、やっぱり人と会って、で、これは別にそのコロナに対するね、感染対策を軽視するっていうようなことを言いたいわけでも、コロナなんか関係ねえぜ、ロックンロールだぜってね、多分そういうふうに俺が思ってると思ってる人がいると思うんだけども、そんなもんね、俺だって家には家族がいて、ガキがいるって、それはやりますよ、これは当たり前の話で、誰だってそうですよ。昔ね、世話になってるカッパの兄さんが言ってましたね、コロナにかかりたいやつなんて一人もいないと。俺もそう思います。一人もいないんだよ、当たり前だよな、もう。その中で自分が生きていくために必要なものの中にコミュニケーションがあったり、音楽があったり、ね、スーパーに買い物行ったりで、またね、いやいやながらも労働のためにね、クソ朝早からね、この時期なんてもうね、6時に起きると真っ暗ですわ。そん中仕事に行くと、みんなやってんだなと思いながら、ね、自分もやってみて、やっぱろくなもんじゃないですよ。
なんか当たり前を当たり前だから当たり前でしょっていうふうにはやっぱあんまり言いたくないなと、うん、やるべきって決めたからやんなきゃダメでしょって人を攻撃したくないなっていうふうに最近思っております。そういう感じで、長いな、とりあえずね10分ぐらいのやつで、今後もどのくらいの更新頻度なのかね、週1ぐらいでやれればなんとか、いいなと思っております。プライベートカーセックスの音源をね、何でしょう、ちょっと話あれですけど、誰が言ったんだろうな、夜明け前が一番暗いと、今まさにおいらの家が状況、経済状況がそのようになっております。夜明け前が一番暗いって言ったやつは金がなかったんだなと、働き出して給料が入るまでのこのね、生きる、生活を稼ぐまでに仕事に行こうにも仕事先でお茶も買えないと、っていう状況になっておりまして、これをねなんとかかんとか、ね、貯金してねえから悪いんだから、悪いんだから悪くねえな、俺は悪くない、なんとかね生き延びて来年以降2021年はね世の中的にもね、いいこと、ケイクマガとしてもちょっと一発頑張っていこうかなと、面白いことをやっていきたいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。ケイクマガでした。